ありがとうございます。ありがたいな。優しいお母さんでよかった。ちょっとバックしてくれましたね。やっぱね、パリはいい人、いい人もすごい多いですね。で、そのいい人の分、なんで俺はみたいな感じになっちゃう変なやつが多いんでしょうね。なんで俺はうまくいかねえんだよみたいな。そうやって、そういう風にすればうまくいかねえんだよみたいなね。粗暴になるからうまくいかねえの当たり前だろって言うんだよね。で、中途半端に、お前そんぐらいでみたいな。ちょっとやったから、ちょっとね、真面目にやってみたいな。そんぐらいで今までの罪が償われるわけねえだろみたいな。そういうやつ多いですもんね。アウトロー YouTuber みたいなアホ。マジアホが多いよな。お前らじゃフランスは来れないから絶対に。雑魚すぎて。マジ雑魚でしょ。バカなくせにうぜんだよ、本当に。トップ YouTuber 気取って手が取ったって来れないんだよ、どうせフランスに。ねえ。何千万何億とか言って、月何千万何億とか言ってもさ。実はヘボいんだよ、本当に。中身がないんだよ、みんな。ヘボいくせに。ヘボいから来れねえくせに。フランス。世界の芸術の都、フランスだぞ！ねえ。来れねえくせによ、ほんとに。お前ら出せんだからよ。下向、俺が前歩いたら下向けよ、みたいな。話したくもねえよ。うるさいよ。来ないだろ、うっせえな、俺は。ふじゃねえんだよ。来ねえだろ、お前。いいんだよ。先頭に来て、こいつアホですよ。いけねえんだからよ。うるせえんだよ、本当に。いいやろよ。バカなフランス人がいるよ、本当に。バカなセクションだよ。どうせああいうやつ俺が文句言ってもね、文句言ってくれないでしょ。車なんか手を挙げただけだよって見えてましたよね。あ、そんなもんなんだよ、まあ、バカなやつはバカだよ。いや、行き合ってるだけだから、どうせ大声を上げたりして本当に喧嘩なんかできねえんだよ、バカ。そんなやつばっかなんだよ、どうせアウトロー YouTuber も本当困り